私たちは愛という名のもと親しみを込めてブラザーと呼び合っています。ヨーブラザー、白瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで今日はですね、まあ、タイトルの通り、スキルクールダウンの、まあ、なんつうの、廃止ですかね、廃止になってスキルフェイストになるっていうところで、まあ、ちょっと皆さん若干の混乱というか、どうしたらいいのみたいなことに一応なってる方が多いようなんで、一応お話の方をさせていただきます。で、まあ、1から10まで全て細かく、まあ、式とか出してやるっていうのは全く必要ないんで、シンプルにお話しさせていただきたいと思います。難しく考えても結局エージェントなんで、結局はビルド組んでやるってだけで、その公式とか全部知る必要はないんで、まあ、これですね、とりあえず拾ってきた画像を貼らせていただきます。で、こちらですね、これ海外のアプリなのかな、アプリの画像から拾ってきたんですけども、ちょっと左の列のところが、まあ、クールダウンの、まあ、100秒っていう設定になってますね。はい、100秒だとしたら、まあ、従来通りのクールダウンの短縮、クールダウン短縮であれば、まあ、10% であれば、まあ、90秒、まあ、10% カットされるってことですね。今まではこうやって、まあ、カットされていくっていうやり方でした。はい、なので 30% と70%で、今皆さんがやってるのはおそらく 90% まで短縮して、まあ、10秒で回すっていうのが主流になっているとは思います。はい、で、次がスキルヘイストですね。今後実装されていくスキルヘイスト、で、これが、まあ、この伸び率みたいな、伸び率がだいぶ緩やかに下がっていくっていう形になっていくんで、まあ、序盤の方はスキルクールダウンしやすいんですけども、後半になるにつれて、まあ、パーセンテージを多く必要しないと、まあ、クールダウンが短くなっていかないっていう設定になってますね。なので、90秒で回すんだったら 11% と。で、まあ、30秒で回したいんだったら 233% みたいな。こういう形で表記されておりました。はい、で、一応これで全てです。もうこの表を見て、例えば、スキルクールダウンがですね、まあ、各自違うじゃないですか。100秒じゃないですよね。例えば、まあ、今僕クールダウン持ったりしてるんですけど、この225秒であれば、ここの、クールダウンの100のところを、まあ、かけてしまって、まあ、それに対して、50秒で回したいんだったら、何パーセントのスキルヘイストにすればいいとかって、そういう計算すればいいだけなんで、とりあえず基礎はこの表すべてでも理解していただきたいと思う。もうこれ以上の説明はもう全くないですね。必要ないんで。で、正直これで、まあ、皆さんはやっぱり今使ってる10秒っていう設定に近づけたいっていうふうに思うと思うんですけど、それって全く必要ないですね。まあ、持ったとしても 200% とかで 30秒で回すとか60秒で回すとか、まあ、240秒のものであれば70秒ぐらいで回すとか、そういうものになってくるんじゃないかなと思います。なぜならまあ、スキルバッテリーなのかな、ちょっと情報がまだ体験版というか、その試験版みたいなものがパソコンで実装されるんで、来週からそれが終わって、まあ、実際どうなるのかなっていうところなんで、確定情報じゃないんですけど、まあ、そこら辺の、まあ、調査をしてからまたお話しさせてもらおうかなと思うんですけど、このクールダウンですね、スキルパワーを3000とかにすると、そのスキルバッテリー、まあ、バッテリーモッドですね、それが 200% クールダウンの、スキルヘイストとかが増えるっていうのが、まあ、落とすらしいんで、まあ、それを使えば、まあ、200% になるんで、まあ、100秒のものが30秒で回せるんじゃないかなっていう感じで今皆さんやってらっしゃいますね。まあ、でもそれ以上持ったとしても多分、ね、400% とかに持ったところで、まあ、10秒も変わんないんで、もうほぼ意味がない感じになっていると思います。なんでスキルヘイストに関しては正直僕の今後の考察ではほぼやる必要はないです。ここはあんまり意識しないでいいです。ただ単にスキルクールダウンがスキルヘイストになりますよっていう
ような、認識でいいと思います。で、じゃあ何すればいいのっていう話なんですけど、まあ、ここからですね、対策としてはまあ皆さんパッと浮かんだと思うんですけど、インリズムとかホルスタータレントのインリズムつけてみたりとかで、まあ、ちょっとギャンブル要素あるんですけども、敵を倒して回復させるのがいいんじゃないかとか、いろいろあると思います。あとはまあサージがどうなるのかなとか、まあ、そこら辺は非常に僕的にはいらないんですけど、例えばキャパシティブ、スキル持続時間が上がるものでやって、継戦ダメージを与えてどんどん敵倒していって、まあ、それによってやるとか、あとはまあスキルドですね、スキルでキルすると 25% の確率でスキルのクールダウンリセットみたいな、まあ、スキルドを結構多用していくっていうスタイルが結構流行ってくるんじゃないかなとは思います。はい、なんで、まあ、昔流行ったのはそのスキルドでマーシレス使ってやるとか、まあ、そういったスキルマンの方が増えてくるの、ミッションでは増えてくるんじゃないかなというようなとこなんですけども、まあ、あとはですね、まあ、僕ちょっと全く使ったことないんですけど、実は一つスキルで倒せるようになるっていう設定なんで使えるようになってくると思うんですけども、ハードワイヤーっていうギアゼット、皆さん覚えてますか、ああいうの、スキルによるキルで他のスキルのクールダウンがリセットされるっていう、その6セットを持ってる緑のギアセットのやつなんですけども、まあ、今回これがかなりもしかしたら有効になるんじゃないかなというところになりますね。まあ、装備しているスキルとは違うスキルがクールダウンされるってことなんで、まあ、火力系の攻撃力系の、まあ、スキル、マインであったり、その例えばアサルトのドローンであったりアサルトのタレットであったりを、まあ、併用して使って、まあ、それを回しまくるというようなやり方が面白いんじゃないかなっていうのは僕は思いますね。なぜならこの前の UBI のやってた公式の番組でもうかなりスキルの破壊力がアップするんじゃないかな、まあ、いうような情報が流れてましたんで、まあ、こういった、まあ、ハードワイヤードなんで使わなかったかっていうと、スキルの威力が低すぎるんでスキルで倒すことができないから、まあ、実際使えないですねっていう感じになって使ってない方が多かった。今回はそれが、まあ、全く解決されちゃうんで、昔使えなかったやつがガツッと使えるようになると、やっぱ運営はね、ギアセットを今後使えるものにしていきたいっていう意向があるんで、やっぱここら辺でハードワイヤードなんじゃないかなっていうような感じもしますね。なんで、基本的にはスキルヘイスとスキルクールダウンを10秒で回すっていう頭はもう完全に捨てちゃっていいと思いますね。スキルドであったりハードワイヤードであったり、まあインリズムでもいいんですけど、そこら辺のタレント系でスキルを相乗効果していくのが一番いいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。こういう、まあ、考察系じゃないですけど、一応今回僕がまだ試運転も全くしてない状態でのお話になるんで、まあ、ちょっとね、僕自身あんまりこれでバチッとこうやってくださいとは言えないのはちょっと申し訳ないんですけども、まあ、今回これを機にね、皆さんの考えとかをコメント欄とかでいただいて、まあコメント欄の方でね、ちょっと話し合いたいなっていうのもあるし、まあ僕生放送もやってますんで、そこでこの前の動画の件だけど、これはちょっとこういう感じだと思いますよっていうのも、もし僕に直接セッションコンタクトしてもらえると非常にありがたいかなっていうような感じになります。はい、ちょっとね、今回こんなよくわかんない部屋で夜になるまでお話ししちゃいましたけども、まあ、これに対して皆さんのお考えとか聞かせてもらえればなというところになります。はい、で、よければ少しでも参考になったため、なんか面白かったなって方がいてましたら、チャンネル登録と高評価の方、動画のご拡散の方よろしくお願いします。あとはツイッターの方で僕を個人的に情報発信とかタイムリーにしていますので、そっちの方のフォローの方もしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は以上になります。どうもありがとうございました。バイバイ。どうもお疲れ様でした。
ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。